こちらは札幌占い美容師山口のことです。これは前にボブにね切らさせていただいたスタイルなんですけど、このボブのスタイル、ボブもう飽きちゃったなっていう人とかはちょっとレイヤー入れたいなっていう人もいると思うんですね。レイヤーボブとかですね、まあ例えばこのボブじゃなくても少し上にレイヤー入れたいなという方がいらっしゃると思うんで、それを超簡単にやる美容師さんよりもうまく、レイヤーを入れる方法みたいなのをちょっとレクチャーしたいと思います。で、隣にいるのはうちのエステシャン21歳で、うちで独立させていただいているエステシャンなんですけれども、VR ヘッドスパっていうので頭皮洗浄、 VR ヘッドスパ、それからドライヘッドスパ、あとシャンプー台のスパですね、これをついて一つのメニューとなっているので、かなりお得の破格なんです、今は破格なんですけど、タンニンの成分の、を使って頭皮の立ち上がりだったりとか、トリートメント効果としても抜群に2週間ぐらい持つので、普通のトリートメントより効果あるんじゃないかなっていうような感じなんで、かなりいいです。で、あと耳のイヤーエステとかも耳ツボだったりとかですね、まあ耳っていうのは胎児の体と一緒って言われてますから、もともとなんかその耳エステっていうのはフランス軍からアメリカ軍に渡って、戦場のね PTSD を治すのに耳ツボってね使えたらしいんですよね。メンタル改善だったりとか、あとはダイエットっていう部分で使っていくようなチタンシート貼ったりとかですね、そういうのをしていったり行ったりとか、ビクトリア・ベッカムさんみたいにちょっと肌をこう黒くしてしたいとか、黒くって言ってかちょっと薄くね健康的にしたいというメニューもあったりとか、まあ、できれば結婚式の前とか、例えばですよ、特に男性とかだったらそういう前にやってあげることによって、よりいつもよりもたくましい、まあ、健康的な感じがちょっと作れるんで、まあ、日焼けサロンも実際に行ったら、ね、色落ちてくると思うんです。そのぐらいの感覚ですね。それよりも肌傷ませないで自然にできます。ハリウッドとかでは結構主流みたいなんですけど、日本はまだねそんなに主流ではないんですけど、あとは脱毛とかですね、ヒゲのデザイン脱毛とかそういうのもちょっとやってますので、よろしくお願いいたします。はい、今回使うのは100均のカチューシャ、これも前回と一緒です。カチューシャとバリカン、2000円ぐらいで買えるバリカン、何でもいいです。はい、これがあれば簡単にレイヤーが作れます。はい、で、このレイヤーじゃこのねボブのスタイルにレイヤー入れていくんですけれども、じゃあどうすればいいのかっていうんですよね。今時代的にはですね、そんな下までバサーってレイヤーで繋がってないスタイルが多いです。本当になんちゃってウルフカットみたいなのが多いですから、まあ、時代に合わせてそういうやり方をやっていきたいと思います。超簡単なんで、いいですか皆さん、出っ張ってる鉢のところ、はい、ここで、こういう風にね波形みたいな感じにギザ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 って取ります。波形は細かければ細かいほど自然になるんで、要は皆さんセニングを使わないで、すきばさみあれば簡単なんですけど、すきばさみない状態で皆さんにお伝えしないとダメなので、やっぱり美容師のすきばさみって高いですからね、この波形をバーって、この波形をね細かく、これね大きくしちゃうとあまり良くないです。このぐらいがいいです。で、下を止めます。そしたらこのセンターに向かってまたここに波形を入れていきます。そんなにねきっちりやんなくていいです。神経質な人はちょっと合わないかもしれないですね、このカットは。はい、この位置まで入れるとしたら、波形をバーって描いていきます。細かく絵を描くような感じに、はい、このぐらい波形描きます。これでセニング入りますから、どれぐらい取ったか分かんないなら上も止めといてください、一回こうやって。で、はい、次波形をまた作ります。今度はこっちにつながるように波形作ってきます。これバーって波形を絵を描くように取ってきます。はい、取れましたね。で、下を止めます。はい、これだけです。これをね、少し U の字描いて、イヤーとイヤーでこうね分けます。こう分けといて、いいですか、前と後ろなんとなくね止めなくてもいいので、もうダッカールこんだけ使ってますから。はい、そしたらこのまま上に持ち上げます。いいですか、皆さん分かりました。これね溶かしてくださいね。ちょっと大きいんで分かりづらいかもしれないですけど、端と端を持って上に、真上に持ち上げます。いいですか、この角度ちょっと見てくださいね。真上の状態に持ち上げて、はい、そしたら下の方、この辺がパラパラっと落ちてきますよね。はい、落ち始めました。そしたらここがチャンスです。このバリカンってこっちから入れちゃうと最初だけズボッと入って最後入んないんで、左下がりになっちゃうんですよ。なのでこっちでいった方が R を描きながらいいと思います。いいですか、このままバリカンで入れます。ちょっと切れないところはもう一回やった方がいいですね。で、もう一回確認してちゃんと切れてるかなっていうのを確認しまして、もう一回持ち上げます。はい、で、これ、ね、右と左高さ一定かどうかですね。大体ね左側があまり切れないんで逃げて、なんで左側の方も円を描きながらこっち側に逃がしていきます。はい、これでレイヤー入りました。この波形で取ったこことバックのところ、これ一回乗せていきます、ここにね。そしてまた同じように、で、これあんまりこっち側を切っちゃうと顔周り短くなっちゃうんで、とりあえずね一回少し顔周り逃がしてください。
後ろから見ると扇形みたいな感じです。でこのまま先ほど切ったところにつなげていきます。上下に振ると刃が拾ってくれやすくなる。これを上下に振るとちょっと拾ってくれやすくなります。これね、ハサミで切らない理由も実はあって、バリカンぐらいの方が雑でちょうどいいんですよね。ハサミでバツっていっちゃうと結構ライン出ちゃうので、あえてあのバリカンでやってるんですよ、これわざと。で、まあ、バリカンってね、あの切り口があまり実は綺麗じゃなくてちょっと白っぽくなっちゃったりするんですけど、まあそこまで求める人は美容室行ってください。はい、でここからいきます。真上に持ち上げてますよ。そこを、はい、ちょっとこういう風にね、なんとかいくと切れますから、はい、これで終わりです。前側ですよね、これ多分こっちが長くなってると思います。これはしょうがないです、バリカンの関係上、はい、そしたら前に持ってきます。先ほどの止めてるところはそのままで大丈夫です。はい、そしたら前に持ってきます。全部前に持ってきます。そしたらどうするかっていうと、はい、さっきと一緒ですね。わかりますよね、もうわかってますね。このまま持ち上げて、ここでですね、ここは顔周りなんで、バリカンでやると長さちょっと変わっちゃうんで、ここ縦でね、持ち上げて縦でこうチョキ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 ってここを縦でこう切ってください。どうでもいいんで、皆さんもちょっとやりづらいかもしれないですけども、なんかこうここはね、なんかこうギザギザに取ってくれれば同じ長さにこうなりますから。いいですか、バリカンでできる人はバリカンでもいいですけど、バリカンちょっとね、左右バランスがちょっと崩れやすいんで、このような感じにチョキチョキチョキってやってくれればいいです。そうするとどうなるかっていうと、はい、じゃあ取りますよ。これ顔周りの長さが合いましたよね。これでレイヤースタイルできました。超簡単。これで、レイヤーです。でしかも3ウェイバングにもなるっていう感じですね。これでね、これ3ウェイバングって何かっていうと、ここで1個ね、この普通に下ろす感じもできて、上のやつをさらにこう流す感じもできてみたいな感じですね。はい、あとまあ全体にこう流して一遍にすることもできるみたいな、まあ、こういう3ウェイバングもこの長さの具合でね、どのくらい差をつけるかっていうことですよね。そういうのできます。結構かっこよくね、この高さが大体出たの分かりますかね。で重さもちゃんと残って、昔のウルフカットってもっとここがシュッとなってたんですけど、ちょっと古臭いんで下の重さもね、今はやっぱり必要になりますから、このような感じに。で後ろの方もね、ウルフカットにこうなってるんで、はい、この辺をシェイプさせながらですね、トップに高さが出るスタイルができます。どう、さきさん。はいはい、さきさんリアクションが微妙なんです。しょうがないです。まあ、よりね、綺麗にしたければ、まあ、いろんな方法はあるんですけども、まあ、皆さんそこまで求めちゃうと美容室行ってくださいって話になっちゃうんですよ。なので例えばね、ここもいろいろ方法があるんですけど、ちょっと皆さん失敗したら怖いんでやめます、教えるの。まあ、とりあえずここまでできれば大丈夫です。持ち上げるとバラバラ、要は持ち上げると、皆さん覚えてください、下で切っちゃうとバツって重さがなっちゃうんですよね。下で切ることによって髪の毛の重なりがなくなります。上に切ることによって、こことここの重なりがこんだけ生まれるわけですよ、下に持ってくることによって。ということは、持ち上げて切ることによってバツってなりづらいっていうことだけ覚えていてください。いいですかね。だから今持ち上げたんです。下でこう下ろしてバツバツバツって切ると、やっぱバツって音、ラインがなっちゃうので、なるべく持ち上げて、ボブとかライン出る場合はいいんですけども、持ち上げて切ることによって落とした時にこれがバラバラになると。なんで皆さん切っても失敗しないという感じです。なんでこんな感じでね、こんだけできればもう全然お子さんの髪でもいいですし、親の髪でもいいですし、まあこういう髪型だったら若い子から年配の方までいろいろできると思うんですね。でボブに飽きた方はこういうスタイルして、前髪の方のこういうちょっとニュアンスを変えてみたりしてもいいんじゃないかなっていうふうにですね、はい、ちょっと下ろしてもいいし、ちょっとこの長い毛でこうくるっと丸めてですね、バングちょっと作ってもいいですし、まあ、いろいろできるので、ぜひ皆さんやってみてください。どうこれ、いい、はい、いいよね、それなりに。結構普通に良くない？で実際ね、さきさんの髪の毛を使ってこの髪型に怖い、突然する怖い。まあ、一部美容師さんこれ見て嫌な思いしてる人もいるかもしれませんが、まあ、自宅からまあ出れなくてですね、髪切りに行けないという方もいらっしゃいますし、まあ、すごい地方の方でね、近くに美容室がないという方もいらっしゃいますので、まあ、そういう方用に、こういう動画を上げさせていただいておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。はい、よろしければチャンネル登録
それから高評価、あとできればシェアしていただくといろんな人が見ていただけるんでありがたいと思ってます。はい、ありがとうございました。